はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は2023年原発を稼働させられない理由をお届けいたします。よろしくお願いいたします。まあ、今回の動画ですね、ギリギリのところなので、ちょっとギリギリを攻めてきてきてるのは危ないんですけど、あのー、ちょっと言葉を選びながらお話をいたします。まあ、原発ですね、原子力発電所。 これはあの九州なんかでまあ一部動いてまして、まあ、電気の供給に影響してますよね。で電気代をまあ唯一上げないのがっていうことで、まあ、いくつか原発が動いてるところは電気代上げないみたいじゃないかって話が出ているじゃないですか。で、それで、もう反原発だとかね、放射能とか怖かったなって言ってる人たちも、いや、原発動かした方がいいよっていうふうに傾いてきていますよね。 で、これ、前の政府だったら、あ、よかった、よかった。じゃあ、原発を動かしましょう。ということで、すぐに原発を動かす、まあ、準備に入るんですよ。で、まだね、準備もしてないです。半年から1年ぐらい準備期間が、あの、いるんですよ。あの、なんていうんですかね。まあ、運転を、試運転しないといけないので、原発ってね。で、調整が非常に、あの、難しいんですよ。だから、すぐにね、1ヶ月、2ヶ月で原発を稼働させるということは、できないんですよね。 これ結構かかります。まあ、半年以上かかるんですよ。まあ、下手したら1年ぐらい、本当に。だから、まあそれをね、ちょっと準備をやろうかとは言ってるけど、二の足を踏んでる理由があるんですよね。これはね。でこれあんまり、まあ、言えないんですよね。政府は言えないですよ。で、何に、まあ、関係する理由かっていうと、まああの、第三次世界大戦が始まるわけですよ。これからね。で、これはもう確定です。 で2023年度中にどっかで始まる。で、これはあの、なんでね、あの、確定かっていうとですね、まあ、ロシアがね、まあ、もう、本気を出してくるわけですよ。で、イランとか中国とか、まあ、同盟を組んで、向こうは、まあ、ロシア側は、その、欧米と戦うグループを拡大させてきてるんですよね。で、今回のトルコもそう。で、トルコが、よし、じゃあロシア側に着くよって言った、 発言した間もなくあの地震ですよね。まあだから一発やられてしまってるわけですよ。まああれはもう攻撃ですよね。間違いなくね。あんなでっかい地震がね、来るわけないですよ、突然。いや本当に。あの全長もあるんだよね、地震っていうのは。もう何の前触れもなくね。いきなりですから。で、揺れ方もおかしい。ね。あの、まあだからね、 二重に波長が出るんですけど、その二重の自然波長出てないですし、P 波とかね、まあ、S 波っていうのはずれながら来るんだけど、まあそういうデータでもないんですね、見たらね。まあ、いきなり来ちゃってるんですよね。いきなりバウンドするように来てるので、まあ異常な地震だということですね。まあちょっと自然の地震ではないですね、どう見てもね。まあ、そういうこともあって、あとは、 まあ、ヨーロッパのです、ね、NATO、NATO の最高司令官、この間、日本に来たんですよね。であの、イギリスの軍事司令官も来て、話し合いをして、まあ、とにかく、まあ、ロシアと戦うアジアの拠点としてね、まあ、基地を提供しろとで、お前らも戦えということで、はい、分かりましたという、まあ、会合がなされたんでしょう、まあ。中身は発表されてないんでね、分かりませんよ。分かりませんが、まあ、司令官はね、 遊びに来るわけないですからね。まあ、司令官がね、あの、チェスかなんかね、やりに来るわけもないし。だから、まあ、そういう話し合いをしに来て、まあ、合意を得たんでしょう。もう同盟の契約したんでね、まあ、合意を得たと考えてもいいでしょう。ということは第三次世界大戦に向けて着々とした準備が、まあ、進んでいるんですよね。で、始まるわけですよ。で、その時にね、 あの、聞いたことあるかもしれないですけど、中国とか北朝鮮特にそうなんですけど、あの、日本に向けてミサイルはいつも照準を合わせて、中国のミサイル結構正確ですよ、北朝鮮も。まあ、多分、誤差1キロもないと思いますよ、着弾の、あの、位置がね。今、あの、すごい性能いいので。で、それがね、まあ、何百発も向いてるんですよ、日本にもすでに。で、ロシアと同盟組んでるので、北朝鮮も中国もね。 だから戦争が第三次世界大戦始まったら中国と北朝鮮っていうのは絶対日本を攻撃してくるんですよ。で、その時に始まったらですよ、今じゃなくてね、単独じゃないですよあの。始まったら、まあ、時間の問題で流れの中で攻撃はしてくるんですが、その時にどこ狙うかってあの誰が考えても分かるじゃないですか。要するにインパクトのあるところに落としたいわけですよね。山ん中に落としたって戦争終わんないじゃないですか、インパクトないし。 日本に落とすんだったら、まあ、原発ですよ。で、稼働してるととんでもないことになるわけですよね。放射能が漏れちゃって。だから、稼働してなくて中からだったら、まあ、ミサイル落っこったって大丈夫じゃないですか。だから稼働させられないんですよ。だって今年始まるんですから。第3次世界大戦が。いきなり撃ってこられちゃったら、原発吹き飛んで大変なことになるじゃないですか。だから、稼働させられないんですよね。 本当に。だからそれで稼働してないんですよ。だから政府いつもだったらね、原発推進派の闇は深いので、なんとか金儲けしたいっていう連中ばっかりですから、原発は動かしたいに決まってるんですよ。で、それはおかしいじゃないですか。電気も足りないって言ってるのに、全く動かさない。だって安全性だって確保できてる原発はいっぱいあるんですよ。今51機あるんですけど、そのうちの30機ってのはいつでも動かせるんですよ、もう。動かせばいいじゃないですか。電気足りないんだったら。 ね、天然ガスだとか石油とか石炭が、ま、高騰したり、まあ、いろんな支障でね、まあ、ちょっと入ってくる量が減っちゃったりとか、ロシアから入れらんないとか、言うんだったら原発動かせるんですよ。で、二の足踏んでるじゃないですか、ずっと。これは、間違いなく、まあ、ミサイル攻撃に備えて原発を停止させてるんですよね。要するに今年始まるんだから、もうドア玉に来ちゃったら困っちゃうんですよね、ミサイル飛んできたらね。 そう、だから、あの、稼働させてるところに着弾させるわけですから、中国とかはね。あだからもう本当ね、正確に着弾しますよ。あの、本当にこう、撃ったらもう5分ぐらいで飛んでくるでしょ、中国からだったら。ね、あの、5分10分の話ですよね。んだから、危ないじゃないですか、すごく。稼働させられないですよ、本当に。だから稼働しないだけの話ですよ。 だから、あの、燃料とかね、核燃料とか手に入りますよ。フランスはいくらでも売ってやるって言ってるので、手には入るし、もう全然ものすごい高いかって言ったらそうでもないですよね。需要がそんなにあるわけじゃないんだね、今世界ね。だから、まあまあ手に入りやすいんですけれども、あの、稼働させられない理由はそこにあるということですね。非常に危険な状態であるんですね。だからまあ確実に始まるので、それに国も備えているんですよ。で、国民に言わないですよ。 始まるまで。始まってから、まあ言うんですよ。始まる前に日本って絶対言わないんですよ。もういつもそう。昔の戦争もそうだけど、始まってからも有利だとか勝ってるとかずっと言い続けるんですよ。わけわかんないですけどね。まあ本当にだから、まあ国の言ってることは信用できないですね。全くね。いきなり始まりますよ。今回ね。だからね。 あのー、で、原発は、ま、稼働させられないで。稼働する気はないですよ。稼働しないんですよ、だから。いや、稼働させられないんですよ、だからね。うん、ま、あの、狙われちゃうんだよね。稼働してるところね。うん、だから稼働はしない。ということですね。で、迎撃ミサイル、あのー、まあ、パトリオットみたいなものを、まあ、アメリカから大量に今買い込んで、買い付けしましたのね。岸田さんがこの間ね。今、大量に今運んで、もう来ます。で、全部、あのー、もう空き地とか公園に、 あの配備されますよ。まもなく。あのそれもう買ったんでね。今、運んでる最中。だから9月ぐらいに始まるっていう想定でいるので、もうそれまでに配備。だからあっちこっちの大きい公園とか空き地とか国が管理してるところですよね。だからあの日本の、まあ、日本の国が管理している公園とか空き地とかいっぱいあるじゃないですか。都心にもありますよね。でそこはまあ配備されますよ。 みんな驚きますよ。だからそれは配備されてから噂が広がるんじゃないですか。なんか始まりそうだとか危ないとかね、危険だとか。まあそれは今年中になるんですよね。だから配備されたらいつでも始まっておかしくないっていうことですから。でも国は言わないですよ。念のためとかね、なんかこう、う念のためにとか。あ、始まるとはもう死んでも言わないですよ。本当に。だけど、そういうことになっていくんですよ。 あのもう、あの、迎撃ミサイルかなり買い付けたんで、あのもう日本中配備しますよ。北海道から沖縄までね。まあ、沖縄は米軍がいるんでね。まだけどそれでも配備多少するかもしれないですけども。まあ、とりあえずは、まあ、あの、本州中心に配備ということになりますね。だからもう本格的に始まるということですね。もうその準備をしているわけですから。まあ、だからもう、それをね、想定していろいろ考えていかなきゃいけないけど、でもそれを言うと、え、もう、なんか、 頭がこんなにしてね、もう準備もできないと、何にもなんかあの手につかなくなっちゃうっていう人いるんですよ。そんなこと言ってたら生き残れないですよ、だって本当に。だって日本って第一次世界大戦、第二次世界大戦を乗り越えて今あるんですよ、ちゃんと。日本国民だっているじゃないですか。だから乗り越えられるんですよ。まあ、かなり死んじゃいますけど、乗り越えられるんですよ、ちゃんと。うん、だから、あの、やっぱり、 自分の気持ちをどういうふうに持っていくかということが必要ですよね。本当にね。あの、ちゃんと気を確かに持ってないと、まあ、気がおかしくなっちゃうんですよね。<laughs> いや、だって、すごい試練ばっかりじゃないですか。だって、今でもそうじゃないですか。あの、もう電気代とか学生代にビビっちゃって生活していけないとか言ったら、もう第三次世界大戦なんか、もうその上の上の上の段階の大試練じゃないですか。か電気代でビビって生活していけいかなかったら、もう終わっちゃいますよ、それで。 精神的にもやられちゃうし。もう電気代ぐらいなんとかなるよってあ思いながら工夫してね、電気代なんか全然平気だよっていう感じじゃないと、乗り越えらんないですよ。だって大きい試練これからバシバシ来るわけですから、本当に。本格的な試練じゃないですよ、電気代とか。あの試練のうちには入ってるけど、大した試練じゃないですよ、電気代上がるとか、あの3倍、5倍、10倍になるとか、だってすでにイギリスはなって乗り越えてやってるんだから、みんな。だから乗り越えなきゃいけないですよ、そんなの。 これから来る試練の方がもっとすんごい大変ですよ。未知なる試練でしょ今生きてる人にとってはね。そう。だから、あの、本当にね、あの気を確かに持って向かっていかないとねあの、ダメだということですよ。本当に気が、あの、気持ちがダメになっちゃうとね、人間ダメなので、ちゃんと気を確かに持っていくっていうのが大事ですね。進んでいくっていうのはね。 まあ、あの、大きい試練なので、誰でも、ええー、って言って、やだーって言って泣き出す人も出てきますよ。いい大人なのにね。いや、だけど、泣いてる場合じゃないですよ。生き残りたいんだったら、冷静に、着々と進めていかないといけないということですね。ということで、今日は、2023年、原発を稼働させられない理由をお送りいたしました。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。